こちらが番組から生まれました大川端でございまして、はい、なんか特別なかっこいい感じが、さあ行きますよ。これ重たいですね。どうも皆様こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。ということで今週は変則的に動画を出しておりますが、一応月水金の5時が黒猫チャンネルの時間ですので、皆様ぜひぜひよろしくお願いします。今日は土曜日なんですけども、今日はですねオリジナル血統黒猫血統大クワガタの餌交換を行います。ゼロからスタートして定年採集からですね、で大型の大クワガタを作っていこうという企画でございますが、前回の成虫は75ミリまで行ってますので、なんとか80ミリを出したいと思っているところでございます。こちらが番組から生まれました大クワガタでございまして、はい、なんか特別なかっこいい感じがするのは多分僕だけだと思うんですけど、なんかね顎の形とかねすごくこうかっこよくてお気に入りの血統でございますが、はい、今この子が75ミリです。で、この子の子孫がですね今年羽化する予定ではありますので、ただ去年そんなに産まなかったので今年も一応ですね、まあペアリングして産卵は試してみようかなとは思ってますけど、はい、まあ一年越しですけど、まあ産むときは産むと思うんですよね。で、この子孫がこのボトルに入っております。はい、まあだいぶ食べてますんで、このタイミングで餌交換、そうですね、外に出しませんでした。みんなと他のクワガタと同じような感じで飼育してましたのでね、うん、まあ、それなりに成長してくれてると思います。まあ、セミ科は怖いとこなんですけども、はい、じゃあとりあえずまあ数がね十何頭とかいますので頑張って餌交換していきたいと思います。今日も頑張るぜ。ではでは餌交換していきたいと思います。まあ、これが最後の餌交換になる子がほとんどかなと思いますけど、さあどれぐらい大きくなってんだ。さすがにこうあれですね、水分が結構飛んでますね。ボトル軽いです。お、これはでかそうですね。でかそうだから押すかなと。まあ、あれですよ、血統的にはですね天然から始まってるんで幼虫は全然大きくないですけど、それでもまあそれなりのサイズ出てる感じですね。はっ、では体重いきたいと思います。まあ20は超えてると思いたいんですけど、よいしょ、22ですね。はい、20超えたらまあ70の可能性多くは出てくるんでね、噛むなよ噛むなよ噛むなよ。はい、もうちょっと寝かしてもいい気もしますが、20超えてる子はねこの 1400cc ボトルそちらに行きたいと思います。新しいボトル入れていきます。そうですね、30超えたら嬉しいんですけど、まあなかなか難しいかな。20後半ぐらいまでは伸びると思いたいですね。詰まってるんだけど、まあ自分でね潜っていくと思いますけど、はい、まあこのような感じでいきましょう。はい、22g でしたかね。例によってちょっと遅れ気味なんですけど、オスっぽいやつを交換していきましょう。こちら前回 10g でした。もうだいぶ食い散らかしてる感じなのでお待ちかねやと思いますね。本来やったら1ヶ月ぐらい先、あれか前ぐらいに交換した方がねいい感じです。いたよ。お、タイヤのように転がって出てきた。はい、20は超えてそうですね。だいぶ黄色くはなってます。まあ、ちなみに体が黄色くなってるかといって羽化が近いかというとそういうわけではないですね。はい、絶対そういう感じではないです。うわ、
うんこして、ちょっと減っちゃったけど、21グラムになっちゃった。22グラムですね。22グラム。さあ、行きましょう。うんこして軽くなっちゃったんですけど。はい。こんな感じです。もう一声って感じですかね。天然から始まったオオクワってそんなに体重乗らないんですよね。うちのあの75ミリで浮かした子はどれぐらい乗ったのかって言いますと、これもすごいね、お待ちかねですね。あれはあの 23.5 グラムまで記録出てました。そんなもんでんですよ。あれで75出るんで、まあ25を超えてくるとそれなりに行くんじゃないかなと思います。はい、では行きますよ。はい、21ですね。ちなみにオオクワガタはですね、ヤフオクでこう個人で売買できなくなっちゃったんでね、皆さんいろんな販路で販売されてると思うんですけどね、まあなんていうか買いにくくなったのは間違いないですね。次はこちら行きましょう。クイップリからオスだと思います。いやー本当にね、もうちょっと早くやれっていう感じで怒られそうなんですが、まあ、本当に忙しくて、ここのところ。ね、仕事の関係ですけどね。まあ、なんで自分でできることを、まあ、しっかりやったらいいかなと思います。すいません、画面揺れましたね。お、これそれなりに大きいんじゃないかな。うん、なんか大きい気がします。さあ、行きますよ。これ重たいですね。25ぐらいある？お、こいつ結構体重乗ってますね。こいつって言ったら怒る人がおられるので、この子、結構体重乗ってます。はい、27グラム。いいですね。こいつ扱いは、まあそんなあれなのかな？よく、たまにこれとか言ってるみたいで、これって言ったら、こう、ちょっとこう、物扱いしてるじゃないですか、みたいな、まあ、何回か書かれたことあるんですけど、決してそんなことはないんですよ。はい。まあ人間と同じに扱いっていうのはちょっと無理があるかなと正直思いますけど、ね。ちゃんと愛情を持って育ってますんでね。はい。27グラム。この子は相当期待できるんじゃないかなと思います。80超えるのか？楽しみです。やった！さあ、オスはこれが最後か、最後から2番目だと思います。もう、本当に産まなくてですね。びっくりするぐらい産まなかったんですよ。75、あ、黒猫75って書いてるのは、75の子孫ってことですね。黒猫75。なんだ、なんか、聞いたことあるような名前。よし、行こう。そうですね。8日をですね、禁止を交換した後にすぐこうスイッチ入っちゃう場合があるんで、それを防ぐようにしなきゃいけません。具体的にはどうするかというと、少し低温でしばらく管理する。で、8日スイッチを抑える感じです。ね。はい、この子もまあそれなりじゃないかなと思います。では体重行きましょう。20は超えてると思いたいですね。22。あの子だけ突出してましたね。はい、この子たちにとっては最後の餌交換になります。時期的に考えて、この子たちは、だいたい今年の秋ぐらいに浮かしてくるのかなっていうタイミングだと思いますね。うん。よいしょ。はい、22グラムということで。次行きましょう。この子がオスかメスかってとこですね。前回 9.1 グラムまで増えてるところを考えると、オスかなという気もしますが、食べっぷりがね、他の子と違うんで、まあトラブルが起きなければいいですけど、見てみましょう。イグイっていうね、子もいますので、あんまりこう周りの白い部分を食わずに、中の方でね、もご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 食べちゃったっていう、あのタイプかもしれないですけど。まあ、しっかり食ってるっぽいんで、大丈夫かなとは思いますね。あ、ちっちゃいな。メスか。あー、メスですね。メスでございます。はい。色は結構変わってますけど、まだまだ、なんか、体硬いですね。よし。11グラムか。12グラムか。
これちっちゃいボトルにね入れたいと思います。しかしオオクワガタの有名血統ではないんで本当にこうちっちゃいですね。はい、いやまあ普通オオクワガタってこんなもんですよ。大きいのがね品種改良っていうか違いますんで、本来ならばこれぐらいの大きさでございます。こちら天然の子です。ね最初に採集した年1頭しか産まなかったんでね、2022年に生まれた子です。去年羽化すると思ってたんですが羽化せず、まだ幼虫のまま。セミ科じゃなければいいんですけど、マットに入れてますがまだこう食いそうな気がするんで、これなんかこう上の方こう移動してます、上の方移動してますね。はい、入れた時にあれやろうか。はい、ほらこんな感じ。この子の方がねそれなりに重そうなんですよ。セミ科じゃないと信じたいですけど、この子も菌糸の方に入れておきましょう。この子は徳島で採集したこの子孫ですね。はい、まあ体重こんなもんでしょう。ちょっと減ってまして 22g と。はい、他の子と一緒ですね。うん、やっぱ天然の子かなーって思いますね、こういうところ見ると。では、この子も菌糸に入れておきたいと思います。もともと菌糸で育てたのを羽化するかなと思ってマットにした、その時はこれぐらいのやっぱ色してたんですよ。でも溶化しませんで、そのままこうねマットでこうずっとこういた感じで、もう一回マット交換してるんですけど、それでもまだマットの中で全然こう、うん、セミ科ではないっぽいと思いますけど、やっぱこう普通天然ではオオクワガタって1年で羽化しませんので、菌糸ボトル使ってるから1年で羽化したりするんですけど、まあ普通は2年とかなんでね、今年まあ溶化して羽化するんだったらまあ普通かなという気がします。はい、ということでこれ天然の子ね、天然の子実は結構幼虫取れたっちゃ取れたんですけど、去年ですね2回目のね1年越しのサーマセットで取れたんですけど、結構お亡くなりになってましてですね、4頭ぐらいしか残ってないのかな。まあなんかそんな感じです。すごくこうね難しいですね、天然から来た子っていうのはこう弱いというかね、なかなかでございます。後の子たちはこんな感じでほとんど食ってないんで、まあ多分メスでしょうね。これは動画外で餌交換させていただきます。ではまた後でお会いしましょう。お疲れ様でございます。ということでオオクワガタ初代黒猫血統餌交換したんですけども、そうですね、オスは7頭メスは5頭ということで、ちょっとオスメス比がバランスが悪い感じですね。まあでもたったこんだけなんで、ほんとこんだけしか取れなくて去年はね。はい、ということで今年もう一回産卵セット組んで産ませようとは思ってます。多分産むでしょう。去年は材が硬すぎたんです、多分ね。はい、では今日はねこれでお別れしたいと思います。あ、ちなみにオスの一番重い子は27g で、2番目の子が 24g でした。あとでイグイの子が出てきまして、はい、でメスちゃんは 14g が最高やったかな。まあ天然由来だとこんなもんでしょう。では今日はこれでお別れしたいと思います。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。グッグッ。